おっと、新顔が二人いるね。紹介します。第9地区のエクセキューターとシャーリーさんです。こちらは。いやあ、お二人さん、俺はテンなんだ。それからあっちにいるのがエスターさん。挨拶しておいてな。はじめまして、私はエスターよ。テンランは第7地区の上級エクセキューターよ。今は外部で任務を遂行中。エスターさんは私たちに協力してくれているマデリンファンドの現理事長で、ユリン様の特別顧問。ごめんなさい、しばらくは仕事が立て込んでいて会場に行くことができないの。いいえ、今回のことは私が原因です。皆さんのお時間を取らせて申し訳ありません。全員揃ったようだな。始めるとしよう。ユリン様、数日前リスナーズの報告会で起こったことは皆さんご存知の通りだ。シンガー傀儡を倒して人工クリスタルポーラーもなんとか捕獲に成功した。だが影響は非常に深刻だ。人々はミラポリスの安全防御システムが廃遺騎士の襲撃に耐えられるか疑問を持ち始めている。廃遺騎士がミラポリス内で襲撃事件を起こすなど前代未聞だ。我々が都市の安全を守れなければミラポリス市民の信用を失うことだろう。不破崎隊長がミラポリス内のパトロールを強化し、エスターも都市監視システムの全面改善に協力してくれることになった。だがこれらは事態が起こってしまった後の緊急措置だ。我々はこういった事件が起こらないよう発生源を断たなければならない。リンヤ、不破崎隊長から調査結果を受けているだろう。なぜシンガー傀儡と意思の疎通ができることを隠すんだ。それからあのモンスターから何か聞いたのかね。保安部の調査結果が出ている以上弁解するつもりはありません。申し訳ありませんでした、ユリン様。私はこの件を隠していましたが、悪意や私利私欲からではありません。ただ公にする時期ではないと思ったからなんです。リンヤさん、率直に言ってこの件による影響は深刻だ。僕らが誠意を持って協力し合い、共にこの危機を乗り越えないと。もしかしたら。ユリン様、今回の襲撃事件は私が責任を持って処理します。必ず皆さんに納得できる答えを。ただ少し時間をください。リンヤ、これまで信頼してきたし、それは今も変わらない。何か言えない理由があるのだろうが、そのせいで町が危険にさらされることは許されない。ユリン様は町全体の安全を考えなければならない。リンヤに私たちの心配を分かってほしい。モンスターはラビーの名を口にした。いつもそばにいる子だな。保安部がラビーの素性を調べたが、ここ2年の活動記録以外何もわからなかった。リンヤ、あの子供は一体。ユリン様、ラビーのことは私が保証します。あの子は利口ないい子です。ちゃんと教育しますし、彼女の全ての行動に対して私が責任を持ちます。責任を持つ必要はない。ただラビーと人工クリスタルポーラーが寄生したモンスターとの間にどんな関係があるのか知りたい。それは。警戒、すべての必戦闘員は近くの安全エリアに退避し、警報の解除をお待ちください。ユリン様、最下層の出口を封鎖するようご命令を。不破崎隊長、任務に当たってくれ。私のことは心配いらない。
崎隊長。ユリン様。ラビーを医務室に連れて行ってしっかり見てあげてくれ。はい。リンヤ、説明してくれないか。あの人工クリスタルポーラーのせいで多くの事件が起こっている。リンヤ、この件があなたとラビーだけでなく皆を巻き込んでいると知ってほしい。ユリン様、私は知っていることを全てお話しします。ですがお願いがあります。要求を話してもいいが、答えられるとは限らない。どうかこの話を聞いた後でもラビーの安全を保証してほしいのです。実はラビーは普通の人間ではありません。あの子は人類と廃液種の融合実験で生まれたんです。え、ラビーが、そんな。人工の廃液種とはドクター・クレイフォーたちがしていることと同じで。はい、ある意味ではラビーとリスナーズの試験場の人工廃液種は同類と言えます。あの人工クリスタルポーラーはラビーに引き寄せられたのかもしれません。ユリン様、レビリアのことを覚えてらっしゃいますか？ドクター・レビリアはリスナーズプロジェクトの初代実験責任者だ。あの子は稀に見る天才だった。あの事故がなければもっとたくさんの成果を成し遂げてミラポリスに貢献してくれたはずだ。事故？2年前、レビリアは地上でサンプルを採取している時に廃液種の襲撃に遭い行方不明になりました。その後プロジェクト責任者は助手のドクター・クレイフォーが引き継ぎました。待って、ドクター・レビリアの事故は2年前、ラビーがミラポリスに現れたのも2年前。ラビー、レビリア。レビリアは自らの遺伝子を使って廃液種との融合実験をしました。ラビーはこうして生まれたんです。人間の遺伝子を使って廃液種との融合実験を行うことはオフィサーのハルノブ様が禁じている。博士はまさか、そんな、かけてる。父の死後、レビリアは秘密の実験室で密かに禁じられた実験をするようになりました。私が偶然彼女の実験ノートを見つけるまで彼女はずっとこのことを隠し続けました。私は強制的に実験を中止させ彼女の実験室を封鎖しました。ですが当時は影響を考慮してこの件を公表せず、レビリアをミラポリスから追放しただけでした。彼女の失踪は廃液種の襲撃のせいではなく、あなたの追放命令によるものだと。そうです。あの時は一刻も早く事件を沈静化したかったんです。レビリアの研究は過激すぎて公になった場合の影響は計り知れませんでした。ですから職権を使って隠蔽しました。もし本当にレビリアが人類の知能と外見を持ち制御できないスーパーアブサントを作り出したのだとしたら、人類にとって想像を絶する最悪をもたらすだろう。リンヤ、ラビーのような融合個体は他にどれだけいるんだ？まだ発見されていない個体が町にいるのか？ユリン様、ラビーは唯一生き残った被験者です。それに人と同じ心を持っています。制御できないモンスターになることはありませんし、人に危害を加えたりもしません。保証します。ラビーが無害だと証明できたとしても、人工クリスタルポーラーを吸収した場合にどのような変化が生じるのか、支配や影響を受けるのかはまだわからない。リンヤ、それにエクセキューターとシャーリーさん、まずはここで待機してくれないか。医療部門によるラビーの検査が済んでから
次の行動を決める。ユリン様、どうかラビンをモンスターのように実験室に閉じ込めるのではなく、人として扱ってあげてください。この件については考えがある。ただしラビーの安全は保証しよう。ふわさき隊長、私についてくるよ。はい。ラビーはまだ重度の昏睡状態だ。検査はしたが、彼女の体質は特殊だ。人類の生理指標で現状を判断することはできない。ドクター・クレイフォーがラビーの検証に協力してくれている。だが博士が言うには、従来の技術だけで正確に検証するのは難しいそうだ。なんといっても彼女は唯一の人類融合体だからな。リンヤ、レビリアの実験室に人類融合体の研究資料が残っていたね。はい、私は実験室を封鎖しましたが、研究データは廃棄していません。リスナーズプロジェクトの研究が進んだ頃に実験室の件を公開するつもりでした。問題が明るみに出た。未公開の資料が解決の鍵かもしれない。これ以上先送りにはできない。実験室の場所を知っているのはあなただけだ。リン、チームを率いて研究資料の回収に向かってくれ。承知しました。こちらからも人員を派遣しよう。この件はミラポリスの安全に関わる。これ以上何か起こってはいけない。ユリン様から状況は聞いている。リンヤさん、一体どれだけ秘密を抱えてるんだ。テンラン、エスターさん。リンヤ、久しぶりね。エスターさんはミラポリスに残って事件のさらなる調査を手伝ってくれる。テンランにはあなたたちと一緒に実験規制区域に行ってもらう。リンヤ、これ以上失望させないでくれ。ユリン様を怒らせたな。冷やかしを言う暇があったら次にどうしたらいいか話し合いましょう。ああ、今回の特別任務に参加するのは俺たち数人のようだな。リンヤさん、俺たちが向かう場所にはどんな危険があるんだい？封鎖された実験室を調査するだけよ。そんなに緊張する必要はないでしょう。え？ユーリン様から至急の呼び出しがあったんだけど、そんなことか。あなたの任務は調査協力だけじゃないわ。私の見張りも兼ねている。なんといっても私は重要な監視対象だからね。ちょっとリンヤさん、そんなわけないだろう。調査協力だけだよ。リンヤさん、あの実験室を調査するにあたって注意しないといけないことってある？実験室にはセキュリティシステムがない。大量の廃棄種サンプルが保管されているけれど、全て冷凍か死亡状態だわ。とはいえ内部の詳細はわからないから警戒を怠らないで。実験室の座標を同期しておいたから全員確認してちょうだい。問題なければ出発するわね。ここが実験室の入り口よ。こんな人目につかない場所があったのか。さすがレビリアだな。レビリアが実験室にする前は廃棄された工場だった。実験エリアまで案内するからしっかりついてきてちょうだい。ここは展示室よ。リスナーズ一期の研究資料が展示されている。どれも公開されているけれど、興味があるなら見てみるといいわ。レビリアはどれだけのものをここに隠していたんだ？研究成果は全てここにある。今私たちが目にしているのは
その一部に過ぎない。なるほどね。気をつけて。お二人さん、油断は禁物だよ。まだ黒は。リンヤさん、中の排気種がまだ動けるなんて聞いてないぞ。制御できなくなった実験サンプルがあるのかも。みんな排気種の襲撃に備えて。この先が下の階の実験室よ。ついてきて。空気に満ちているな。このタンクで冷凍された排気種はレビリアが融合体実験を進めるために使った重要なサンプルよ。これまで見落としていた手がかりが見つかるかもしれない。レビリアはそこの部屋で生活していたのよ。ドクターレビリアってここで一人暮らししていたの？嘘だろ。あんなにたくさんの排気種と一緒にいなきゃならないなんて。彼女も普通の人よ。ただそうせざるを得なかった。入ってみましょう。室内に何か手がかりがあるかもしれないわ。もし手ぶらで帰ったらユリン様になんて説明したらいいんだ。え、これって特徴がマッチングしません。認証に失敗しました。ちょっとどいて。特徴がマッチングしません。認証に失敗しました。予備データ呼び出し。特徴がマッチングをパス。認証に成功しました。リンヤさん、このパスワードボックスはレビリアが君に残したんだろう。見てもいいのかな。レビリアからは何も聞いていないわ。この箱、こんな厳重に隠してあるなんて。何が入ってるのか気になるな。中身は私にもわからない。それにこの手のパスワードボックスは構造が複雑だから、無理に破壊すると情報が破損するかもしれない。先にミラポリスに箱を持ち帰ってユリン様に渡しておくね。エンラ、箱はあなたが保管してちょうだい。もしかしたらこの調査で一番の収穫かもしれないわ。分かったよ。これでユリン様にも手土産ができた。入っていた排気種のサンプルが消えた。みんな注意して。
んな場所には1秒だって長居したくない。この施設はもう長年放置されている。他のサンプルも暴走するリスクがあるから早く立ち去った方がいいわ。さき、ラビーの様子はどう？まだ目覚める兆しはないけど、バイタルは安定しているし、明らかな変動は見られない。リンヤさん、必要な資料は見つかった？レビリアが残したパスワードボックスを見つけたわ。ユリン様に報告しようと思っていたところよ。ユリン様が店長エリアであなたの知らせを待ってるから、早く行ってきて。私はここに残って、ラビーに何かあったらすぐ知らせるわ。ありがとう、サキ。さあ、行きましょう。リンヤ、レビリアが残したこの箱について、本当に心当たりはないのか？申し訳ありません、ユリン様。このパスワードボックスについて、レビリアからは何も聞かされていませんでしたし、箱の隠し場所も、デンランが偶然発見しました。このパスワードボックスを解読する手がかりがなければ、俺たちは無駄足じゃないか？ユリン様、このタイプのパスワードボックスは、かつてマデリーンファンドでよく使用されていたものです。私なら、データを損なうことなくハッキングできるかと。エスターさん、賞賛はどのぐらいあるんだ？不測の事態が起こった場合は、情報が失われる前に直ちに作業を中止しますので、ご安心ください。リンヤ、お願いします。情報は完全に解読されたわけではないようね。こんなに苦労したのに結果はこれだけ？リンヤ、パスワードボックス内のデータが不完全で正しく読み取れなかったわ。中身はこの不鮮明な映像だけ？エスターさん、ハッキング中にデータが消失した可能性は？いいえ、情報が破損するような操作は何もしていないわ。さっき見た映像が保存されていた全情報よ。ドクター・レビリアはなぜ人目につかない場所にこんな無意味な情報を残したのだろう。デンラン、現場で他に気になったことは？まあ、まだ他にも隠し場所があるなら別だけど、でもレビリアはそんな無駄なことに時間使うような人間じゃないんだろう、リンヤさん。ごめんなさい、私もまだ見当がつかないの。ユリン様、先に失礼してもよろしいでしょうか。頭の中を整理したいんです。ではひとまず休会にしよう。ドクター・クレイフォー、リンヤとテンランが持ち帰った資料を早急に解読してくれ。承知しました。この箱については技術部で情報を修復してみる。何か見つかればいいのだが。ねえ、さっきリンヤさんが一人で去っていくのを見たんだけど、深刻な様子だったから声をかけなかったの。何かあったの？エスターさんがパスワードボックスの解読を手伝ってくれたの。中にはドクター・レビリアが残した映像があったんだけど、はっきり見えなくて役立ちそうな情報は得られなかった。ラビーに関する実験資料は見つかったけど、あの箱の中の情報が一番肝心でしょうね。リンヤさんはそのことで頭を悩ませてるんじゃないかな。そうだったの。リンヤさん、きっとあそこへ行ったのね。あそこ？オアシスのバルコニーよ。リンヤさんはたまにあそこで考え事をしてるの。ラビーが来てからはよくラビーを連れて遊びに行ってるわ。ラビーは秘密基地だって言ってた。あんなことがあったんだもの。リンヤさんが心配だわ。でも私はここでラビーに付き添わないと。だから
代わりに彼女の様子を見てきてくれない？うん、それならリンヤさんに話してみる。慰めにはならないだろうけど、みんながついてるってことは伝えられる。一人で冷静になりたかったの。心配かけてごめんなさい。どうしてこの場所が分かったの？上崎隊長から聞いたのよ。ここは景色がいいし、街の中みたいに騒がしくないから、よくラビーを連れて遊びに来るの。この絵、全部ラビーが描いたの？うん。ここは私たちの秘密基地よ。ラビーはここが大好きなの。これはドリーとスパーク？3人は大親友なの。内緒話をするときは私にも聞かせてくれないほどよ。じゃあドリーとスパークはラビーの秘密をたくさん知ってるんだろうね。秘密？スパーク？スパーク？どうして今まで気づかなかったんだろう。とっくに託されていたのに。私はラビーを守るわ。見つけ出すから待っててね。リンヤ、スパークがパスワードボックス内の情報を解読する助けになると言ったね。スパークはレビリアが特別に設計したアシストモデルです。内部にはこのパスワードボックスに関する制御プログラムか追加情報が残されている可能性が大いにあります。確かに一理あるかも。情報はあっても私たちにはそれを解読する手段がない。スパークが突破口になるかもしれない。ユリン様、皆さん、医務室で待っていてください。パスワードボックスを持っていて、スパークで情報を解読できるか試してみましょう。まあいい。エスター、パスワードボックスを医務室に持ってきてくれ。あなたがどんな気持ちでこのメッセージを読んでいるかわからないけど、ラビーは大丈夫？騙しててごめんなさい。でも他にどうしようもなかったの。次は秩序なきアビスに行くことになるわ。廃棄種の研究は壁に突き当たっている。あそこには今一番必要なものがあるの。廃棄種の秘密を解き明かしてそれを持ち帰れるかもしれない。そうじゃなければ先人たちと同じように私もそこで消えてしまうかもしれない。話すべきことは話したわ。リンヤ、あなたの幸運を祈ってる。そしてできることなら私も。レビリア、あんな場所へ行くとは何をしようとしているんだ。ユリン様、直ちに秩序なきアビスの探索計画を再開しましょう。レビリアが本当にそこにいるのなら早急に見つけるべきです。リンヤさん、レビリアは秩序なきアビスみたいなひどい場所で生き残っていると思うか？わからないけど、秩序なきアビスには彼女の必要とするものがあるようだし、あそこがいかに危険か知っていて準備していたんだと思う。リンヤさんの考えに同意するよ。ドクター・レビリアの廃棄種に関する研究は僕たちの遥か先を行っている。彼女が見つかれば、あるいは研究成果をもっと知ることができれば、僕たちにとっては非常に有益だ。二人とも落ち着いて。レビリアが残した映像からもう2年が経っている。私たちには彼女が本当に秩序なきアビスに入ったのか、
あるいはまだ生きているのかを判断できない。秩序なきアビスの探索を再開するとしても、事前の準備期間が必要だわ。ユリン様もみんなも、あの時の悲劇を二度と繰り返したくないと思っているはずよ。エスターの言う通り、探索計画を再開するには万全の準備を整えなければならないし、秩序なきアビスの封鎖を解くにはある程度時間も必要だ。皆は戻って休んでくれ。進展があれば桑崎隊長から連絡させよう。何か聞きたそうね、リンヤさん。さっき言ってた秩序なきアビスってどこ？このことはミラポリスでもごく一部の人しか知らないわ。あなたたちは第二都市の存在を知っているわね。公文書館で見たことがある。実は20年前ミラポリス探索隊がもう一つの巨大な地下空間を発見して、第三都市の開拓計画が打ち出された。その地下空間が発見されてから数年間、ミラポリスでは数百人の調査員を送り込んで建設作業や深い層の探索を進めていた。全ては滞りなく進んでいるように見えた。突然ミラポリスとの連絡が途切れるまでは、あらゆる通信が遮断され、いくら連絡を試みても返信はなかった。人も設備も影も形もなくなっていた。さらに奇妙なのは、その空間の地形に異変が起きていたみたいなの。全ての物質が私たちの常識とは異なるルールで動き、まるで別世界への入り口のようだった。だから秩序なきアビスって呼ばれてるの？ええ。それに探索ドロイドの映像によると、その空間には未知の知的文明が残した遺跡があった。ミラポリスではこのことを外部に公表していないわ。未知の知的文明、異星人。私たちは遺跡のことも遺跡を残した知的文明のことも知らない。それに遺跡の中には範囲機種が活動していた痕跡があったの。最初の探索チームの隊員が失踪したことと関係があるのかもしれないわ。でもその空間を探索する安全な方法がなかったから、ミラポリスは今まで秩序なきアビスへの入り口を封印してきた。リンヤさん、秩序なきアビスってどこにあるの？ちょうど私たちの足元、ミラポリスの真下にある深い穴が秩序なきアビスへの入り口よ。え？秩序なきアビスがそんなに危険なら、ミラポリスはなぜここに留まらないといけないの？ミラポリスがある場所には特殊な亜重力フィールドが存在している。ミラポリスを浮遊させる反重力エンジンにはこのフォースフィールドが必要なの。その発生原理はずっと謎だったんだけど、秩序なきアビスが発見されたことで、アビスが現実の物理法則に影響を与えていることによるものだと分かったの。つまりミラポリスが現在の姿でいられるのは、秩序なきアビスと現実の絶妙なバランスのおかげってこと。私たちは秩序なきアビスによってここに縛られているの。第二都市計画は今も進行中だけど、ミラポリス全人口の生活を支えるには程遠いわ。それもあってユリン様は探索計画の再開に神経を尖らせているんだと思う。私たちの行動で秩序なきアビスと現実のバランスが崩れれば、都市全体が犠牲になるわ。それって信じられない。とにかくとても危険な作戦になるわ。ユリン様の最終決定を待ちましょう。今回集まってもらったのはレビリアと秩序なきアビスに関することだ。秩序なきアビスの探索計画を再開することにした。だが不確実要素が存在することは知っての通りだ。ミラポリスが余計なリスクを背負い込むわけにはいかない。投入する人員と資源は最小限とする。小規模な探索行動を行い、秩序なきアビスの現状を明らかにする。
それから技術部門が詳細に分析できるようにできるだけ多くの情報を収集する。そして最も重要な任務はドクター・リビリアの行方を突き止めることだ。いいや、リビリアの件はあなたが発端だ。自分でけじめをつけてほしい。この作戦にはあなたと天蘭を生かせよう。わかりました、ユリンさん。私も今回の作戦に参加させてください。チャーリーさん、探索任務は非常に危険だ。あなたは廃棄種の謎を少しでも早く解き明かしたいんです。同行させてもらえませんか？私も作戦に参加します。それならエスター、あなたから皆に説明してくれ。秩序なきアビスの内部空間はとても不安定で、長期的に稼働できる転送ゲートを建設できない。だから今回の任務に参加する小隊は小型転送ビーコン発生機を装備して仮設の転送通路を構築する。ただ仮設の転送通路は一度にたくさん運べないし、転送のたびにエナジー注入が必要になるから使うときは注意を。それから過去の記録ではミラポリスと秩序なきアビスの間では原因不明の通信妨害を受ける可能性がある。通信の中断に備えてちょうだい。他に質問がないようなら秩序なきアビスの入り口に集合できるよう備えてくれ。みんな揃ったか？じゃあ出発するとしよう。エスターさん、秩序なきアビスの入り口の封印を解いてもらうけど、安全のためにも全員入った後に再び封鎖するわ。早急にアビス内に仮設転送ポイントを設置する必要があるわ。ミラポリスでは皆さんとの通信を維持しつつ、転送されてくるデータをもとにリアルタイムでフィードバックする。みんな準備はいい？対処できない状況になったらすぐに私たちを呼んでちょうだい。わかったわ、出発しましょう。静かだな。警戒レベルを上げてこのまま吸って、エスタ、第三都市の跡地に到着したわ。今のところ異常は見られない。了解、通信信号は安定してる。幸先がいいわね。真相の空間への入り口は都市の遺跡内よ。リンヤ、できるだけ早く入り口を探して空間内に仮設の転送通路を構築して、小隊が携帯するセンサーから技術部に環境データが送られてくる。こっちは転送通路の構築に適した濃度の位置を探して座標を同期させておくから。けどもしも通信が途絶えた場合どうしたらいいんだ？アビス内の状況はよく分かっていない。各自状況を見て判断することね。ああ、その答えとても役に立つよ。ありがとう。あまり時間がないわ。今後の探索計画のために仮設転送ポイントを設置しておかないと。みんな出発よ。エスター、真相空間への入り口を発見したわ。正体は問題なし。アブサント級の廃棄種にはまだ遭遇していない。了解、この下が異星の遺跡がある真相空間よ。技術部では異常な空間変動は観測していない。いつでも侵入できるわ。町の他の場所はもう秩序なきアビスに飲み込まれてしまったの。第三都市の市街地は上下二つに分かれているわ。今あなたたちのいる方がかつての上層エリア、そして秩序なきアビスは上下の間に現れた亡霊のような存在しえない空間よ。かつて
探索ドロイドが秩序なきアビスの底に到達して連絡が途絶える前に一部の映像を送ってきたことがある。仮想エリアは存在していたけど地質構造とともに変わり果てていたわ。心の準備はいい？あなたたちがこれから侵入するのは秩序なきアビスの中心部よ。内部はさらに危険だし、ミラポリスとの連絡は不安定になる。全員細心の注意を。こちらは正体からの信号を安定して受信できない。状況はどう？秩序なきアビス内に到着。異星の遺跡が見える。技術部門はあなたたちの近くに微弱なオムニアム波動を検知したわ。波形の特徴はあなたたちが携帯する転送ビーコン発生器とほぼ一致している。波動の発生源はレビリアが残した転送ビーコンかもしれない。波動発生源の位置に転送通路を構築して緊急避難場所にできるわ。了解。注意しながら捜索する。廃域種はまだ私に敵意を示している。でも幸いなことに本当に攻撃してくることはない。埋め込まれた廃域種のクリスタルポーラーのおかげみたい。これはレビリアが残した映像メッセージだわ。ほぼ順調だったけれど、岩壁を登るときに物資を入れたバッグをなくしてしまった。ポケットの中に残されたのはエナジーバー半分だけ。まったく、いつまで持つのやら。きっと、もう戻れない。ここが、私の最後の場所かもしれない。リンヤさん、博士は、彼女は他にも手がかりを残しているはず。引き続き捜索を。はあ、もう3日間飲まず食わず。それでも体が脱水で衰弱するわけでもなく、上の感覚も弱まってきた。まるで埋め込んだクリスタルポーラーが肉体を改造したかのよう。この空間には何か特殊なエナジーが存在していて、ゆっくりと体に吸収されていくのを感じる。その感覚が徐々に現実味を帯びていく。おそらく廃域種が生命を維持するために必要な特殊なエナジー物質だと思われる。彼らは私たち人類とは違って食物からエネルギーを摂取するわけではない。今、近くの廃液種はほぼ私に意識を向けていないし、攻撃しようとする様子もない。彼らにとって私はただの奇妙な見た目の同類なのかもしれない。昨晩奇妙な夢を見た。内容はもう覚えていない。でも夢の中で聞いた音は覚えていて、目が覚めた後もその音が頭の中でこだましていた。あれは深海のクジラの鳴き声のように深くて遠い旋律だった。それが頭の中の幻覚なのか本当に存在するのかわからない。体内に埋め込んだクリスタルポーラーが神経系に影響を与えているのかもしれない。ゆっくりと自分を制御できなくなっているのを感じる。私に残された時間はもう長くない。頭の中の音はまだ消えたり現れたりしている。すぐそこに感じて、呼びかけは聞こえるのに答えることができない。私は異星の遺跡に近づこうとしたけれど、近づけば近づくほど力
くの廃液種たちがざわめいた。彼らは集団に異物が紛れ込んでいると気づいているようだけど、それが誰なのかは分かっていない。この天下でどれだけ彼らを欺けるかわからない。だから今は不用意に遺跡には近づけない。まだ時間が必要。ゆっくりと彼らと同化していくの。エスター、エスター、通信が途切れたわ。ああ、俺も周りの空気が張り詰めたような気がした。先へ進もう。それともここに留まって通信の回復を待つか。この空間は不安定ね。長いは無用だわ。進みましょう。君に従うよ。昨夜再び遺跡の門に近づこうとすると、恐ろしいものが私の周りを取り囲んだ。彼らは疑わしそうだったけれど、敵意を表すことはなかった。本当に私を受け入れてくれたのだろうか。体内に埋め込んだ異物の焼けつくような感じは消え失せ、肌の感覚が鈍くなっていった。私の神経系は機能を失いつつある。取って代わるのは別の形容しがたい感覚。頭の中の音が鮮明になり、耳に刺さる。今はもう必要な思考に集中することができない。それは私にとって良い知らせではなかった。頭の中の音にすっかり飲み込まれるまでに私に何ができるのか。もしかしたら扉を開く時が来たのかもしれない。扉の奥にずっと探しているものがあって、二度とチャンスは巡ってこない。レビディアという人間がそこで最後を迎える、そんな感じがした。ハルノブ様、リンヤ、ラビー、あなたたちを失望させていなければいいのですが。あの中に私たちの求める答えがあるはずよ。強力なアブサント信号を検知。このモンスターはレビリア。これレビリアの体だわ。彼女は自分に何をしたの。大勢の廃棄種があなたたちに接近してる。早く撤退を。了解。転送ゲートは1回の積載能力に限りがあるわ。最大で2人までよ。テンラ、先に彼女を連れて帰ってちょうだい。ああ、気をつけて。怪我はない？大丈夫、心配いらないわ。大丈夫でよかった。リンヤさんとテンランは先に本部に戻ってるって。ラビーが目を覚ましたみたい。ラビーが目を覚ました？うん、ラビーが目覚めたのは私たちがドクター・レビリアを助けたことと関係があるかもってリンヤさんが言ってた。あなたが大丈夫なら早く戻ろう。そういえば夢の中ではお空に真っ赤な目があったの。真っ赤な目？うん、
その目がじっと私を見つめてた。怖かったからスパークと一緒に走って逃げたんだ。それでスパークを追いかけて一生懸命走っていたらスパークも見えなくなって、私は一人ぼっち。それから暗くなって、その後は覚えてない。覚えてるのは暗くてとっても寒い。ダビー、大丈夫よ、みんながついてるから。お帰りなさい、エクセキューター。リンヤさん、ラビーの様子はどう？ラビーは悪夢から突然目覚めたみたいだってエスターが言ってた。それに目覚める前、無意識にインニスの名を呼んでいたって。インニス？インニスはミラポリスの住民受け入れのために建設した第二都市よ。ミラポリスの北西にあって、地下鍾乳洞から海底に伸びている。でもラビーはあの海底都市には行ったことがない。どうして知っているのかしら。それに今のラビーは夢で見たものを正確に伝えられない。自分がインニスの名を口にしたことも記憶にないの。目覚めたばかりで調子が良くないみたいだから、何日か休ませようと思うの。先にレビリアの様子を見に行きましょう。別の実験室に収容されているわ。ユリン様もそこにいる。リンヤさん、またいなくなっちゃうの？すぐに戻るわ、約束する。博士の脳波活動は低いままね。様々な方法で弱い電気刺激を与えてみたけど、どれも反応がないわ。ドクター・クレイフォーはドクター・レビリアをリスナーズ試験場に移送して研究を進めてはどうかと提案してる。でも私が思うに、レビリアをモンスターとして扱うことはできない。この提案はひとまず保留だ。デンラン、ドクター・レビリアがアブさんとの体内で発見されたと言ってる。正確に言うと、アブさんとの脳の中からだ。あのアブさんとかレビリアから進化したのか、それとも彼女との間に何らかの共生関係が生じたのかはわからない。埋め込まれたクリスタルポーラーが博士に一定の転化を促し、低レベルの廃液種は彼女を同類と識別するようになった。でもこんな天下でより好意のアブさんとは欺けるのかな。それに天下の結果は俺たちにとってまだ未知数だ。残念ながら博士は今私たちと直接話すことができない。でもラビーの夢のことやインニスのことを考えると、きっと重要な情報を持っているはずよ。ラビーが夢で真っ赤な目を見たと言っていたわ。目というのはアビスの中にある宇宙遺跡のことじゃないかと思うの。あれって目に似てるでしょ。だがラビーは秩序なきアビスに行ったことがないし、中の遺跡を見たこともない。もしかしたらラビーとレビリアの間には感覚を共有するメカニズムがあって、ラビーの夢はレビリアの夢を反映しているのかも。俺もリンヤさんと同じ意見だ。実験室で見つけた資料とも一致する。廃液種には集団意識があって、レビリアとラビー、それにシンガー傀儡は同じ貴族意識を持っている。確かに説明がつくわ。レビリアがアビスに残した情報では、彼女が脳内の音に影響を受け続けていることを示している。その音はより上位のアブさんとが発したものかもしれない。でもこういった推測はドクター・レビリアが目を覚ました後じゃないと証明できない。それまではラビーとの意識共有を介して私たちに情報を伝えることしかできないわ。今日起こったことは他言無用だ。ミラポリス市民にドクター・レビリアとラビーの正体を知られてはならない。エスター、あなたとドクター・クレイフォーはドクター・レビリアを目覚めさせる方法を早急に見つけてくれ。その間この施設の安全を保たなければならない。それからラビーのことだが、リンヤ、あの子はあなたに任せるから、しっかり面倒を見るように。承知しました。
インニスのことだが、我々はレビリアがしようとしていることをまだ分かっていない。だが彼女が本当にヤブさんとの集団意識の一部になったのなら、我々の知らない情報を掴んでいるはずだ。インニスのセキュリティレベルを上げるよう命じる。廃棄種の活動は今のところ確認されていないが、ミラポリスは前もって体制を整えておく必要がある。